皆さん、こんにちは。ティンダー、脈はケンタです。地域のコミュニティの成り立ち、鶴岡の地域のコミュニティの成り立ちを紹介します。鶴岡は実は明治22年の市政公において鶴岡町がまず誕生。大正7年に稲追、9年に大宝寺、大正13年鶴岡、そして二節、五木村、小金村、宇田川村、大泉村、京田村、及び境村の6村、さらに田川村、上郷村、豊浦沼、及び鴨町、3位合併して、大山町が合併して、旧鶴岡市形成。その後はいろいろ戦争があったんですけども、鶴岡市はいろいろと変わってますね。そして藤島はですね、はい。まあ、藤島は、東映、八重島、長沼、渡前、各破損。その後は九州合併して、藤島、そして鶴岡に入りました。羽黒はですね、峠、泉、広瀬村が誕生し、今に至るんです。はい。そして、串引町は、山添と黒川、串引村、そして合併して串引、3位、正福寺、一部編入してです。いやー、大変ですね。そして、朝日村は東村、本郷村、大泉村となって、はい、そこから九州合併して朝日村、そして厚見はですね、はい、厚見村、根津ヶ関村、福江村、漢字、根津ヶ関、難しいですね。そこから合併して厚見町です。いろいろと変わったもんですね。以上です。バイバイ。